伊藤港は、静岡県伊東市にある、地方港湾。港湾管理者は、静岡県熱海土木事務所用地管理課。統計法に基づく、港湾調査規則では、お辻港湾に分類されている。伊東市中心部の空中写真。中央右が、伊藤港。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成伊藤港より伊東市の中心地域画像左から新井奈義社長松原ゆかは宇佐美地区伊豆半島東岸にある港湾で古くから水産物の水揚げ港として栄えた1950年代以降伊東市の国際観光温泉都市としての発展により現在は観光港としての機能も大きくなっている毎年8月には安人祭が開催されオレンジビーチで 安神再開の花火大会が行われる。2015年度の発着数は4536席、利用客数は17,057人である。東海汽船が伊豆大島へ定期旅客航路を運航するほか、伊東マリンタウンを発着する遊覧船が運航されている。3月末をもって終了した。海岸環境整備事業によって人口海品。 伊藤オレンジビーチが整備されている。海洋性レクリエーションの拠点として、伊藤サンライズマリーナが建設され、温浴施設、商業施設、遊歩道などを備えた道の駅、伊藤マリンタウンが併設されている。観光桟橋に、初島定期旅客航路、大島定期貨物航路が発着する。伊藤駅より、徒歩15分、または、タクシー5分。ありがとうございます。